Rinka, 君は行きたいのか。君の行動は行きたい人間の行動には見えない。私は行きたいです。あなたには非効率的に見えるかもしれないですけれど、これが私の生き方なんです。きっと愚問だったようだ。病院で君の瞳を見たとき、僕はとっくにそのことに気づいていた。リンカの生き方がどこまで通用するのか見させてもらおう。どちらにせよ、君自身が忘れているなら問い詰めても君の情報は引き出せなさそうだ。どこでそれを。君は選定のルールを忘れていたな。自身のカードを忘れていても不思議ではない。死因や未練を自覚していないからこそ身をさらして行動できるのだろう。もっともそれはあの少年も同じではあるな。ああいった手合いは他の参加者を脱落させてカードを得るほかないだろう。アランさんはあの子の情報を得るために牛塚さんの条件を飲んだんですか。その意図はなかったな。だがなるほど、
ここにいれば何か手がかりが得られるのだな。あの無防備な少年だ。何かの拍子に話してもおかしくはないか。記憶喪失というが、例えば夢というのは深層心理が呼び起こされる場合もあるから、寝言などか。さすがにそれは都合が良すぎるか。しかし、なるほど、君の言う通りだな。ようやく戻るか。足音が聞こえた。玄関まで行ってやればいい。心配するな。僕はここでじっとしている。約束を保護にされてもかなわん。ここにおったか、ユウ。どこかへ行こうとしたけど、僕は記憶がないから他に行く場所なんてなかった。おじいちゃんは僕のこと嫌いになったの？そんなわけなかろう。ならどうしておじいちゃんが脱落、死んじゃうようなことを言うの？おじいちゃんが死んだら僕は一人になっちゃう。本当の家族じゃないから。本当の家族が無条件に一緒にいるとも限らんよ。
そうだったね。おじいちゃんが話してくれた。悪いのはわしじゃ。じゃが、お主はそれを知ってもわしと一緒にいてくれた。他に行く場所がないからなどという利害関係だけでないことはよく分かっておる。利害？よくわからないけど、うん、僕はおじいちゃんが好きだから一緒にいたんだ。お馬さんを見たりボートも見たりした。何より一人ぼっちの僕を助けてくれた。記憶がない不安よりもこの家にいられる安心の方が大きいよ。ユウ、わしはお前を家族だと思っておる。僕もそうだよ。おじいちゃんは僕の唯一の家族だ。じゃが、わしは死ぬ。お前たち若い連中は運命のいたずらのようなもので本来の寿命よりも随分早くに命を落としてしまったんじゃろうが、わしは違う。あの日、腰を痛めなかったとしてももう追い先は長くなかったんじゃ。わしの願いはできるだけ長くお前と過ごすことじゃった。ささやかな願いじゃった。だからこそ必死に生きようとする者たちに拒まれたんじゃ。わからないよ、難しくって。僕にはおじいちゃんが言っていることがわからない。ユウ、これからの生き方はお前が決めるんじゃ。僕か？ああ、生きたいと思うんじゃったら先帝を勝ち残るんじゃ。思わない、そう思えないんじゃったらわしは止めはせん。決められないよ、僕はそんなもの。決めねばならんのじゃ。わしは数日後にはもう死んだことになっているんじゃからな。いやだ、いやだよ、おじいちゃん。
お前にユウという名前を与えたのはわしの過ちじゃったかもしれん。記憶喪失じゃからか知らんが、まさかその名前でカードが作られるとは思わんかった。お前は自身のカードを忘れていることが強みじゃったが、それを一つ奪ってしまったからの。そんなことない。おじいちゃんが名前をつけてくれて僕は嬉しかった。だって自分の名前もわからなかったんだもん。それは嬉しいわい。ならばわしの願いは一つじゃ。無理に生きろなどとは言わん。ただ誰かに何かを与える喜びだけは知ってほしいんじゃ。私もユウに大切なものをもらって死ねる。僕がおじいちゃんに何かをあげた？そうじゃ。ダメだ。やっぱり僕にはわからないよ。何もわからない。じゃったら徐々に分かるようになればいいんじゃ。その時にはその喜びもちゃんと理解できるじゃろ。